サムドラグプタは、かつて、インドに存在していたグプタ朝の第二大君主。ガンジス川の下流域を拠点として、北、インドにグプタ朝の半島を拡大させ、経済、文化面でも繁栄を検出させた。サムドラグプタは、かつてマウルヤーサのアショウカ王により、建てられたアラーハーバードの石柱に、サンスクリットの碑文を、追告し、碑文には、家系、即位の過程。 在位中に実施した軍事遠征について記されている。簡潔なパーリ語で平和と正義を称えたアショーカ王の碑文に対してサムドラグプタの碑文は彼が戦闘で収めた勝利を優雅なサンスクリットで称えている。碑文の内容は資料の裏付けを書いた箇所もあり、そのまま全てを史実とすることは難しいが、4世紀当時の南アジアの政治情勢とグプタ朝の 支配制度について投影されている。秘文は、グップタ朝に仕える、詩人ハリシェーナがサムドラグプタに捧げた、聖徳文であり、文学面においても高い評価を受けている。グップタ朝の創始者である、チャンドラグプタ一世を父に、メーカリッチャビ家の娘、クマーラデービーを母に持つ。アラーハーバード秘文には、チャンドラグプタ一世が、多くの子の中からサムドラグプタを、 後継者に指名したことが記されており、このため知性の初期にサムドラグプタは他の兄弟の反乱に直面したと推測する意見も存在する。サムドラグプタの知性は北、インドへの迅速な遠征とその成功によって始まる。サムドラグプタが即位した当時、グプタ朝はビハール北部とベンガル地方北西を支配しており、サムドラグプタは チャンドラグプタ一世の遺言に従って、ヒンドゥー教の政治理想であるディグビジャヤを開始する。サムドラグプタの軍事活動により、北インドのベンガル、マトゥラー、エーランに至る領域が、グプタ町の支配領域に組み込まれた。続いて、サムドラグプタは南方への遠征に取り掛かった。ベンガル湾沿いに進出し、デカン高原東部を経て、カーンチプラムにまで達したと推測される。 しかしながら、この南方遠征では、サムドラグプタの直接支配が打ち立てられたわけでは、なかった。遠征後、捕獲した王を福井させて、グプタ城の創始国として、間接支配が行われた。これにより、かつてのマウルヤ帝国が、アショウカ王の死後間もなく分裂したが、グプタ帝国は、サムドラグプタの死後も、その支配を維持することができた。サムドラグプタは、 大王の中の東王や最高の帝王といった称号を用い、神格化された君主として振る舞った。また、365年頃にヒンドゥー教の大釘であるアシュバメーダを行った。サムドラグプタの時代には、貨幣の鋳造も行われた。サムドラグプタの地勢には、重さ123グレーン、金の含有量87%の貨幣が、鋳造された。ある貨幣には、 アシュバメイダを取り行うサムドラグプタの姿が、別の貨幣には、サムドラグプタがビーナを演奏する様子が刻まれている。サムドラグプタは、学問、詩文、音楽など文化面における保護者でもあった。サムドラグプタ自身も作詞をたしなみ、音楽家としても優れた才能を示した。宮廷には、多くの詩人、学者などが集い、宣伝、発展したインド文化が各地に広がっていった。 サムドラグプタは多くの建設事業を実施したことが伝えられているが、現存する建物は確認されていない。サムドラグプタは他のグプタ町の君主と同様にヒンドゥー教を好んで信仰していたが、ヒンドゥー教以外の宗教に対しても寛容な姿勢を示した。その例として仏教の盛んな正論の王が、 ウッタガヤへの巡礼者のための宗教施設を建てることを認めたことが挙げられる。グップタ町の最大半島、アラーハーバード碑文は、サムドラグップタが破った勢力を一家のように分けている。ありがとうございます。